どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方にもあっという間にこのちっちゃいウクレレで音楽もりもり楽しめますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日も始めていきますよ。はい、本日は G ラボのガズモデルウクレレ10周年記念モデルと、はい、シンプル簡単バージョンでは、初めてウクレレを使いましてレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、チェックしといてください。さあ今日のレッスンテーマソング発表しましょう。応援歌ですよ皆さん。めちゃくちゃパワフルな応援歌をお届けします。はい、ゆうりさんのビリミリオン、この曲もう歌詞をですね、もう小説のように歌詞が読めますと。でこれね、プロモーションビデオ、ミュージックビデオを見るとわかるんですけど、なんとあの、鉄拳さんのペラペラ漫画であの人生が表現されている。これかなり深い内容になっておりますんで、これはですね、心込めて本当にね、歌詞の内容をじっくりこう噛み砕きながら心込めて歌いたい一曲お届けしましょう。でちょっとこれ、この曲がねかなりちょっと特殊な曲で、後半になるとですね、リズムが変わるんです。普通の4分の4拍子から3拍子に変わります。しかもその普通の4分の4拍子はかなりシャッフルのリズムなんで、これ今日リズムはですねかなり勉強になりますね。どういうことかというと、最初のね前半のところはこの1ブロックで4回弾くわけですよね。 1,2,3,4,1,2,3,4、 いつものこのパターンですよね。 1,2,3,4,1,2,3,4 だけど、後半のところになるとね、何十回立ち止まってもっていうところからかは3拍子に変わります。そうすると何が起こるかというと、この同じ1ブロックなのに 1,2,3,1,2,3 という感じで3回弾くことになります。この違いがですね、この曲のキーポイントになってます。まあそんなことも含めて簡単アレンジにしているんで大丈夫です。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはそのね、違うリズムの乗り方でさらにストロークもね、加わった。なかなかね、ダイナミックでちょっとね、素敵なんですけど、難易度はちょっと高いかなという感じですけど、取り組みがいのあるアレンジになっております。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでは、私音楽もきっと無理。私不器用だからね、無理だと思います。みたいな方もですね、あっという間にすぐにできるようになります。やってみたいなと思った方、概要欄に、ガズレレで始めるウクレレのスタートできるね、URL貼っとくんで、動画を見ながらどんどん練習していきましょう。そしてこのガズレレ YouTube チャンネルは今まで取り上げてきたレッスン課題曲2000曲ぐらいあるんです。どうせ練習するなら皆さん好きな曲がいいと思います。ですから、皆さんのやってみたい曲、大好きな曲、スペースガズレレというような感じで、ガズレレの YouTube で検索してもらう。YouTube の検索窓に入れてもらうのがいいと思います。ぜひ探して、いろいろな曲で練習していきましょう。さあ、それではレッスン入っていきましょう。ゆうりさんのビリミリオン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー。老人が君に言いました。
さんのビリミリオンガズレレリューシンプル簡単バージョンやってました。途中のリズムが変わったところ、あそこ難しいというかノリが変わるんでね。まあでも曲をね、曲の世界観でこうずっと聴いてると違和感ないんですけど、いざ自分でやってみるとね、ここからリズムがちょっと展開してくる。これをちょっとイメージしとくといいかもしれません。あと今聴いていただいて分かったと思うんですけど、今のはねガズレレオリジナルショートカット、ウクレレ練習用ショートカットアレンジバージョンで、2番のパートをですねショートカットにさせていただいてるんですけど、本当言うとねこれフルコーラスやってちゃんとストーリーがこううまいことこうね分かるっていうことで、あのフルでやりたかったです。まあウクレレ練習用ですから皆さんフルコーラスでやりたい方、まずはねこのガズレレアレンジで練習しといてもらって、ここに全部基本のところが載ってますから、慣れてきたら1番のコード進行と一緒ですから、で1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えてフルコーラスの楽譜を作って練習していただくのもすごくいいと思います。ひとまずはガズレレアレンジで重要なパートを練習してください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、それを見ながらゆっくりウクレレに合わせてもらって、今日さっきも言ったけどリズムがね違ったり歌も難しいですからね、ゆうりさんならではの結構言葉も多い、まあなんだけどそこにやっぱエネルギーみたいなのがたっぷり詰まってるんで、よく聞いてですね、まずガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせられるようにちょっと練習してみてください。一緒にできたよという方おめでとうございます。今日ここまでできるでもかなりねレベルはなかなか高いと思うんですけどね、やったできたという方おめでとうございます。できた方はどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、一切見ずに自分だけで、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですけど、まあこれ歌詞とコードを全部丸暗記するのはもう至難の技でしょうから、最初のうちは楽譜を見てですね何回も何回も練習して、いずれはですね大空に向かってこの曲を歌う、自分への応援歌、誰かへの応援歌、頑張ろう頑張ろうという感じでね、メッセージとしてお届けするのもすごくいいと思うんですね。アンプがいいと思うんですよ。まあなんですけど、まあどっちにしても楽譜練習がいいと思う。楽譜ってでもどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のねガズの演奏はですね、自分で書いたこのノート36冊目にもう突入しておりますから、はい、このガズノートを見て演奏してきました。見てください、今日こんな風にビチビチに2枚にわたってます。これでショートカットアレンジですからね。はい、これもうちょっとしたらこんな風にねカメラに大きくとしてみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたビリミリオンを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。ビリミリオン、ゆうりさんです。シャッフルのリズムと三拍子のリズムがこれ混ざってますよということですね。はい、これこんな感じ。イントロからいきなりね、歌が始まるんですけど、これね、これかっこいいバージョンはかなりね、このリズムはね、面白、難しいリズムなんですけど、ひとまずこう映しておきますね。はい、ここはまだ4分の4拍子のとこなんで、1234、1234っていう風にやっていきます。ここに下にくるっと囲ってあるやつはかっこいいバージョンではこのコードちょっとね、変わりますよということでご案内させていただいてます。はい、あとここにも書いてある、この下のね、たったって書いてある。これね、かっこいいバージョンでは、ここすごくかっこいいね、綺麗なリズムに変わる。これ後で解説していきますけど、下にこうやって書いてあるメッセージは、かっこいいバージョンではこうやってくださいということなんで、今シンプル簡単バージョンは上の段をやっていったよということでございます。そこを認識していただいて、これ今映しとくので、一時停止して皆さん書いてください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズレレノートの、データそのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点があるじゃないですか。これが、リズムがわかること
になってます。やってみましょう。せーの、三、は、老人が君に言いました、うん、こんな感じですね。残りの寿命を、買わせて、このひらがなの上に書いてある点でリズムが分かる。あと歌詞カードには載ってるこの伸ばすところ、これがかなり役立つと思います。画素クラブに入っていただいて、この楽譜ゲットもぜひご検討ください。お時間ある方はこれ写しとくんで書いてください。一時停止で書いていってください。A メロまで。OK ね。はい。これですね。一時停止して書いてください。ここがまず1回目のサビですね。はい。なかなか言葉がね、たっぷり詰まってるんですよ。このキメもいっぱい入ってますからね。かっこいいバージョンでは。はい。ちょっとわかりづらかったら動画のテロップを見てもらうのもいいかと思います。で、ここがね、ブリッジパートですね。C メロ、あ、C メロか。C メロということにしております。どんどんね、曲の中で展開してくるんですよね。はい。ドルと円書いておきました。ビリミリオンですからね、曲名が。はい。で、ここまで来たら、ここまでが4分の4拍子なんですよ。わかりますか？で、こっから後半戦。はい。最後のね、バースに入っていくんですけど、ここはだからガズはちょっとここ、ブリッジパートとエンディングみたいなラストにしたんですけど、こっから、もう3拍子のリズムなんですけどね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、だんだんだん、だん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 、みたいな感じ。全部最後までです。はい、これもこんな風に映しておきます。ここもね、ノリが変わるんでね。ここがキーポイントですね。ワンブロック3回ですからね、ここは。はい、一時停止で。まずはこのブリッジ3拍のところ。いいかな？はい、そして最後の頑張ろう、頑張ろうのところですね、ここが。ここもね、かっこいいバージョンではちょっとリズムの弾き方変えていきますからね。なかなかなもんでございます。はい。はい、それでかっこいいバージョンでここ A シャープになった方が、かっこいいバージョンでここタタタタでやっていきますよ。ここに書いてあるけどね。後で解説していきます。出てくるコード言っていきましょう。この赤く囲ってるやつは、後半のかっこいいバージョン出てくるんで、ちょっと隠しておきましょう。今出てきたのはこの6個、違うのは7個かな ?7 個です。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E7、E マイナー7のこの7個のコードで、今のシンプル簡単バージョンは演奏できましたと。この7個のコードはガズレレではですね、もう超安心の入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽を始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。さあ、それではかっこいいバージョンの練習に入っていく前に、この曲はですね、やっぱ歌難しいですよ、かなり。ユーリさんの歌もめちゃめちゃ聞き込んでくださいね。ゆったりして聞いてると、そんなにね、歌いやすそうに感じるんですけど、いざ歌ってみたらわかります。次から次へと言葉が登場します。あとリズムが変わるところでも、なんかこう急にね、こうノリがガッと変わるんで、そこのリズム感をこう歌にもね、このフォーカスしてやっていくのがやっぱポイントかなと思います。歌しっかり聞いて、かっこいいバージョンの練習入っていってください。まずシンプル簡単バージョンで歌える、これが、ね、いいと思います。じゃあかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはコードが2個追加。まず G7 サスポー、これは簡単、入門コードのうちの1個、これ押さえて小指1弦の3フレットを足したらサスポー、離すと普通の G7、 はい、これ行ったり来たり、はい、これ出てきます。あともう一個、A シャープですね。本当エンディングの最後のちょっとなんですけど、出てきます。こことこことこことここです。まずこうやって押さえてちょいちょいと立てるか、1フレット全部押さえてちょいちょいかというふうに、解説してるんですけど、この A シャープに関しては質問がすごく多かったりするので、A シャープだけをめちゃくちゃ徹底解説してる動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、A シャープの、コード押さえ方わかんないなという方は、概要欄の動画を見てですね、いろいろ研究してみてください。深いですよ。はい、それでは今日出てくるリズムなんですけどね、今日かっこいいバージョンのリズムはかなりね、奥深いです。まず、ね、このリズムは前半の4分の4拍子のところはシャッフルのリズムでめちゃくちゃ跳ねてると覚えておいてください。はい、それを踏まえた上で、今日出てくるリズムはこれです。アルペジオ、シャッフルのアルペジオ、あと8ビートのチャ、あとカッティング登場します。そして、後半の何十回立ち止まってものところは、まあ3拍子のストロークが登場しますね。で、どっちにしてもカッティングも結構出てきますということで、かなりのね、濃厚なリズム解説になっております。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところで濃厚解説レッスン動画が上がっております。この3拍子のリズムストロークっていうのはちょっとこの後解説しますけれども、ぜひね、その動画でじっくりその他のリズムは見ておいてくださいと。今日はね、もうちょっと弾き方がですね、なかなか難しい。前半ちょっとやってみると、イントロの老人が君に言いました、このリズム演奏だけやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。残りの寿命を壊せてよ。これ、タントトントタントトント、これ、跳ねてるね、シャッフルのリズムなんですよ。タントトントタントトント。結構これ、難しいですよ。老人
こんな感じなんですけど、これやってみたら、これ結構難しいです。跳ねてるのってね、タントトント、タントトント、早くやるところもできるんです。タントトント、タントトント、タントトント、タントトン、これトトントンのところが、思いのほか結構早いです。なんで、たまにこう、タントトン、タントトン、タントトンって、ちょっとね、慣れるまではこの、タントトン、タントトンみたいにサボってしまってもいいかもしれないですけど、このノリをですね、シャッフルのリズム、タット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 、って分かります？今言ったようにタッと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 こうチャッカチャッカ跳ねてるんですよ。普通のリズムっていうのは1、2、3、4、シャッフルっていうのはタッ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 ツッ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 跳ねてるリズムをシャッフルと言います。シャッフルの中でやるこのアルペジオ、なかなか簡単そうに聞こえるけど、やってみたら分かる。めちゃくちゃ結構難しかったりします。しかもワンブロックコード4つ出てきたりして、タントタントペンペン、ガズはね、ここはねタントタントペンペンみたいな感じでちょっとこう伸ばしちゃってもいいかなと思います。あ、テントテントテントテルトテン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 ト、まあこの辺の G7 サスフォーガーと入ってくるあたりもちょっとね、ガズさんのデモ演奏など参考してこう流れるようにとにかく やるのがねいいと思うんですよね。はい、そしてそれはその弾き方のまま間奏をやり、 A メロの1番をやるということですね。でここはね、もうひたすら練習あるのに、このアルペジオの基本は同じなんですよ。テントントントン、テントントントン、普通のアルペジオってこうなんですよ。 C で弾くとテントントントン、テントントントン、テントントントン、なんだけど、これがシャッフルのリズムでこの曲でやるとタントトントタントトントタントトントタン、こうなるってわけですからね。同じアルペジオだけど、このノリが違うだけで、どえらいこの違いの雰囲気になります。で、B メロのところ、体も痛くなるだろうしのところは、8ビートのチャプラスカッティング、しかもシンコペーション入りです。ちょっとこれ見てください。矢印が毎回入ってる。これやってみますね。しかもカッティングですからね。ワン、ツー、スリー。体も痛くなるだろうし、友達も、こんな感じ。タッ、ドン、スタッ、タッ、ドン、スタッ。わかる？これかっこいいでしょ？これカッティングって言うんですよ。これ左手で、音止めてんのね。いいんだけど、これも難易度高い。これはカッティングのね、さっきのリズムいろいろのねところで、まずカッティングめちゃくちゃ練習してもらいたいんですけど、これシンコペーションでリズムが転化していくっていうのも、かっこよくて、しかもこのなんていうか止まってる感じですか、空間がすごいあるのがかっこいいですよ。なったも痛くなくたろし、友達も次、ね、ここは G7 で G7、 G7 サスフォーから G7 行ってまた G7 サスフォーに戻ります。特殊な感じ。G7 サスポー、G7、G7 サスポーでちょっと伸ばし気味です。で、後半もなんですけど、この後半はちょっとキメが入りますね。恋愛もできなくなるよな。ここはね、Am 最後ちょっと伸ばす。恋愛もできなくなるよな。ここは伸ばす。恋愛もできなくなるよな。染めたんじゃ売れないな。はい。この、その値段じゃところをカッティングで C、C、F、F。一個ずつ止めです。ダーンじゃすく、ダーダダダダダーン、ちょっとシャップだからここ難しい。ダンダダダダダーンです。ダンダダダダダーン、ダンダダダダダーンですね。ここ、この値段じゃじゃいきます。せーの、はい。その値段じゃ売れないな僕が、とサビに入っていきます。ここをなかなか畳みかけてきますからね。シャックルのリズムだから、今まで普通にやってるってことが、こうシャップルだから、ちょっと難易度が上がってるというようなイメージです。で、サビの僕が生きてるこの時間は、ワンブロックコードが4つ入りつつも、8ビートのチャの跳ねてるリズムですかね。僕が生きてるこの時間は、ダーンダーン、ドン、チャッカドン、チャッカドン、チャッカパン、はい。この辺はね、大丈夫だと思いますね。気持ちよくやっていってください。リズム速くならないように要注意。で、その後の C パートも、どんな夢を抱いてもいいのところも、そのまま継続で8ビートのちゃんとシャッフルのリズムなんですけど、後半のところではカッティング連続のフレーズになりますんで、ちょっと C メロやってみようかな。せーの。どんな夢を抱いてもいい、どんな恋をしたっていい、現代の可能性は誰にも譲れない。今のだったったっていうのもね、これカッティングですよ。無限だよ可能性は、パッパッ、左手で止めてます。これをカッティングと言いますかね。頭打ちのカッティング、タッ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 、
ここもカッティング、もうどんどんね、カッティングまで登場した。シャッフルのリズムでカッティングビートですね。で、誰にも譲れない。で、この後から3拍子になります。この後ずっと最後まで3拍子なんですけど、2つのパターンの弾き方でいこうと思います。まずね、前半のところはですね、何十回立ち止まってもっていうところは、結構押しが強い感じです。ちょっとやってみると、せーの、何十回たカッティングです。ダッダッダッ、見て左手。こんな感じで、ダッ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 とちょっと止める感じですね。できればこれやりたい。難しかったらカッティングなしで、何十回立ち止まってもでもいいんですけど、まあこのバランスをちょっと取っていただいて、ちょっとこのダン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 って感じです。やってみましょう。せーの、何十回立ち止まっても、それでも僕を諦めない。僕が生きる理由は僕が決めるから。ここまで、バッパ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 みたいな感じで、こう、押しが強い感じの三拍子のリズム。で、こっから、僕らが生きる時間はから、頑張ろうの途中までは、ちょっとまた柔らかくなります。たーたか、たーたかたー、たーたかたーみたいな感じですね。僕らが生き、なんだかちゃか、たんだかちゃか、たんだかちゃかた。こんなリズムですね。この三拍子の中でもちょっとリズムが展開してみます。さっきは、たっ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 たに対して、ここからは、たんだかちゃったんだかちゃったんだかちゃったんだかちゃ。ちょっとノリが変わる。ちょっとここのところ、僕らが生きるからやってみましょう。せーの、3、はい、2、3。僕らが生きる時間は、決して安いものじゃないから、たんだかだかたんだかだかだ。これ結構ね、流れるような感じ。どんどこちゃ、どんどこちゃ、たんだかちゃ。C で練習しましょう。せーの、はい。どんどこちゃ、たんだかちゃ。柔らかくリズムキープ1、2、3、1、2、3でチャですね。チャ、1、2、チャ、1、2、チャ、これが基本ですね。でその後もダンバローダンバロー、こんな感じでダンダカチャでいきます。でこれガンバローの繰り返しの最後の畳みかけるところはまたさっきのね頭打ちの、カッティングなんですけど、この3拍子の中でのカッティングなんでこうです。ガンバローガンバローガンバレー、さっきの何十回立ち止まってものところと一緒って感じですね。毎回カッティングを入れてパッ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 ってこう押しが強い感じで最後エンディングに向かっていくと。で最後の一番最後の最後は A シャープがコード出てきますからね。一番最後のところだけやってみると、ガンバローガンバローガンバレー、こんな感じでガズレロジナルエンディングというふうに、なっておりますということで、なかなかね濃厚なんですよ。でリズムがこんだけいろいろ変わったり、キメが入ってきたり、特殊なリズムが展開する中で、歌がですね、もう歌がねやっぱりなかなかなものですから、聴きまくってやっぱこのリズムの理解と歌のメロディーと言葉のタイミングがなかなかグッとこういっぺんに来るんで、なかなかこれは翻弄されると思うんですけど、これこそもう脳トレ要素は高いです。でもねやっぱこれ歌のねこのエネルギーっていうか、すごくやっぱり内容が深いなという意味のね、なんかこうどんどんこう体に入ってくるようなイメージの曲なんで、歌の方はですね比較的こう歌詞をこう自分のものにする時間みたいなものはね早いんじゃないかと思うんだけど、まあ、どっちにしてもこれリズムと合わせた時にはねなかなかのね、パンチのある曲となっているんですけど、まあまずはパートごとに分けて時間かけてですね、やっぱりキーポイントになるのは最初の普通のシャッフルのリズムから3拍子のリズムにゴロッと変わる、この展開が面白いところでもあり難しいところ、はい。そしてこの歌詞の世界観、やっぱりお金では買えない、やっぱり今しかないことをする、自分の人生っていうのは何でもないように見えてものすごい、唯一無二の何十億 何百億円でも買うことができない奇跡のようなものだ、それをこう胸に刻んで歌いたい一曲だと思います。心込めて歌っていきましょう。さあ行きましょう。ゆうりさんのビリミリオンガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 老人が君に言いました、人生を選び直したいと。理由を考えてみたよ。
のビリミリオンガズレレレかっこいいバージョンやってました。深いなぁ、この曲は歌詞も深ければ演奏も深いし、リズムも深ければメロディーも深い。いやー、3拍子も4拍子も揃ったまあ素晴らしい曲です。スケール大きく、心込めて、人生に感謝しながら歌っていきましょう。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で、夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう、革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますから、ね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。